高山は、道教の御岳の一つで、南岳、南山、呪岳などとも呼ばれる。中華人民共和国湖南商工用紙にあり、南を司るとされる。最高峰は、宿遊峰の1300.2メートル。主な峰は、海岸峰、宿遊峰、紫二墓、竹葉山になる。古名を呪岳といい、戦国時代の、 簡易資生業には28宿のうち人間の寿命を司るという神聖と対応づけられていた。また、新能氏がここで薬となる植物を取ったとの伝説がある。当の時代に建てられたとされる南岳病は湖南小災大の古代建築物であり、古来より多くの文人たち、李白や徒歩などがこの地で多くの歯科を残した。そのため、 中国の文化芸術の宝庫の地の一つとされている。皇山は道教のみならず、仏教や民間信仰の聖地でもある。周囲にはお寺や廟用などが200以上あり、山の神として火の神である宿遊が民間信仰として祀られている。彼は皇帝からこの地の統治を命じられ、民に火の使い方を教え、万物を育んだ。 死後は、鉱山の石底法に埋葬されたという。現地では、南岳聖定とも呼ばれている。また、釈尊こと、おくるみの仏つ利が鉱山の南大寺にある、金剛斜利塔に安置されている。祝遊本、ヒストリカルウェザー・フォー・ハングション、ジャイナ、ウェザーベース、2011年11月24日、閲覧、ありがとうございます。